認知症の症状が出始めた一人の男性。ある日、突然行方がわからなくなってしまいました。心配し続ける家族の姿を見て、一匹の犬が立ち上がります。それは、行方不明の男性が可愛がっていた2歳の愛犬でした。メキシコのソノラ州で暮らすロメロさんは84歳。最近、時々認知症のような症状が出ることがありますが、普段は元気にしています。その日も、今日は町まで行ってくると言い、元気に歩いて出て行きました。家族は、すぐに帰ってくるだろうと思っていたのですが、いつまで経ってもロメロさんが戻ってきません。最近の症状のこともあり、すぐに町中を探し回ります。けれど、ロメロさんの行きそうな場所を探しても、全く見つかりません。家族は、急いで地元当局に通報しました。すぐに救助隊が、ロメロさんの捜索を始めました。近隣には砂漠もあり、そこにも捜索範囲を広げます。一刻も早くロメロさんを見つけるため、捜索救助犬も動員されました。それでも残念ながら、ロメロさんの行方はわかりません。なんと一週間経っても見つけることができませんでした。ここまで来ると、命も危険になってきます。地元当局は思い切って新しい捜索方法を試してみることにしました。ロメロさんの愛犬であるパロモの力を借りることにしたのです。2歳のパロモは捜査にとても協力的でした。大好きなロメロさんに会えず心配していたパロモ。家族がみんな不安そうにロメロさんを探す様子も見ていました。何が起きているかをなんとなく感じ取っていたのです。パロモは最後にロメロさんが目撃された場所まで連れて行ってもらいました。するとすぐにロメロさんの匂いを嗅ぎつけます。パロモにとって1週間という時間は何の障害にもなりません。大好きなロメロさんの残り香を間違えることはありませんでした。そこからずんずんと砂漠の方へ進んでいきます。救助隊はみんなパロモに続きました。砂漠を3キロ以上歩きましたが、パロモは足を止めません。丘を越え、峡谷の間を突き進み、ついに大好きなロメロさんのもとまでたどり着いたのです。砂漠に座り込んでいたロメロさん。脱水症状に陥っていましたが、人の支えがあれば自分で歩くことができるほど元気な状態でした。パロモはロメロさんを見守るように後ろについて歩きます。ロメロさんは念のため病院で診察を受けることになりました。パロモは病室に入ることはできません。それでもロメロさんの診察が終わるまでじっと外で待ち続けました。とにかくロメロさんのことが心配で仕方なかったのです。パロモのロメロさんを思う気持ちがその命を救うことになりました。1週間ぶりにパロモと再会し、ロメロさんも喜んでいるでしょう。そして何よりパロモ自身がロメロさんとの再会を嬉しく思っています。パロモは本当にロメロさんが大好きなのです。まだまだずっとロメロさんと一緒にいたいと思っているパロモ。その思いはきっとロメロさんにも伝わっていることでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。